んは。もうちょっと今急にやったからもうちょっと見に来てくれる人が増えるまでちょっと写真選びをしております。なんかこういう時にさ載せたい画像がパッて出てこへんくて困る。絶対なんかいろいろ思い出で撮ってるのにさ、なんかお蔵入りするの嫌じゃない？写真が。だからどうしてもこういう時にいい写真を出したいんだが、しかしないんだな。出てこい。まあ何の写真探してるんやろうって感じだと思うけど、ありそうな。途中で写真見すぎてさ何の写真を探してるかもわからんくなる。理想で、来い。もう今去年の3月まで遡っちゃってる。ないこれはもしかして出てこうへんパティンですか？ああ去年と同じ時期、なさそうだな。そう髪の毛が短い時期に行ってます。あもう2月13日に来ちゃった。1年前。違うんよ、ツーショットじゃなくてね、ソロショットが欲しい。あー！あったあった。一旦発見、さもう一人。ソロ来い、ソロ、ソロソロ。撮ったやつがお蔵入りするのはやだ。がもう1年以上前になりましたね。これはもう12月、1年前の12月末まで遡っております。やっぱさ撮った写真ってその時のほやほやの時に載せるのが一番いいんかな。あこの辺にありそうだぞ。もうこれはめちゃくちゃ前の2年前ぐらい、2020年の写真になっちゃうねんけど、
あ、あった。めっちゃ前。ちょっと探そう。こんばんは、改めまして。10時15分からドライグの今日ラストのバトルがあるので、それのちょい前くらいに終わろうかなと思ってて、前から30分くらい喋れたらなと思って。優しいファイティーって、ファイティーンって全然違う。楽しいねんなバトル自体。ひたすら攻撃担当やからさ、時間が経つまで待って、もうなんかファンの人公認で、もうチカは好き勝手暴れてくださいって。あ、やばい、10分やった。危な、ありがとう。好き勝手暴れてくださいって、もうなんか多分指示聞かへんねやろうな。指示聞かんというか、一回練習であんまり攻撃しんといてってさ買い取ったのに、なんか張り切りすぎてバチバチに攻撃しまくって、なんかやっちゃいましたねってチャットにファンの人が書かれてて、やらかしたと思って、とりあえずちゃんと指示を待とうと思って、そう、本能が出ちゃった。敵が来たらなんか見るっていう選択肢がないのに、とりあえず飛びかかっていっちゃうんだろうね。そう、めちゃくちゃやねん、めちゃくちゃやねんけど、笑って許してくれる優しいキルドメンバーの人たちで助かっております。ツイートしてた大号泣の映画は何やったん？それは、じゃあ明日、毎週金曜日におすすめのちかちゃんの映画紹介をハッシュタグツイッターの方でやろうと思ってて、そこでじゃあ久しぶりにいっぱいポンポンポンって紹介しようかな。いろいろ溜まってるので。週末の方がファンの人がね、時間ある時に見れるかなと思う。ぜひ楽しみにしててね。ね、2月のツイッターのアイコン変えてんけど、めちゃくちゃ好評で嬉しかった。なんか近く秋章やからさ、毎月変えようかなと思ってんけど、もしな顔って変わるやんか、言うたら変えようかなと思ったけど、ちょっと一旦あれが好評すぎたから、当分1年かな、1年はの写真でやってようかな。去年前回のやつも1年間一緒の写真で、なんか私服の衣装か、あ、私服のお洋服か衣装のお洋服かで悩んでんけど、相手の私服やけど衣装っぽいっていう、なんか可愛らしいお洋服をやってみた。髪の毛伸びたしな、前回から。だからあれにしたらめっちゃ好評で嬉しかった。あ、755変えてないな、全然変えようかな、これを機に。755結構使ってるしね、違う、なんかツイッターより気軽につぶやける。慣れへんって、慣れてください。じゃあ、あの写真で当分。今日はお昼ご飯にパンをいっぱい食べて恵方巻き食べようか悩んだけど、やめちゃった。夜はね、食べたかったけど、でもなんか一人で食べる恵方巻きってなんか美味しくないから、まあ何どんな食べ物でもそうやねんけど、食べんかった。日本の伝統を今年はできませんでした。そしたら家族ラインが食べてる動画流れてきて、なんか癒されて、それ見ただけで。え、恵方巻きは明日でもええん、ええんって言って、恵方巻き普通に美味しいよな。魚系が食べられへんから、いつもなんかサラダ巻きとか食べてるけど、最近なんかキンパとかでもいいなと思って、今風韓国のね。
しいよね。まあ恵方巻きだけじゃなくて一人のご飯はね寂しいしね。もうめちゃくちゃ早食いしちゃう。みんなは知ってると思うけど。っていうプチ話でした。見に来ちゃいました。こんばんは、松本のちかこちゃんです。松本ちかちゃんです。かわいいお洋服、これなんか秋にも着とったやつやねんけど、インナー着れば冬も着れるかなと思ったら着れて、かわいい。これ肩がねかわいくて、お洋服が欲しい、こういうお洋服が欲しくて見てるけど、なんかそんな着る機会あるかと思って。昔やったらさ毎週結構握手会があったからお洋服必要やなってなったけど、最近さ毎週土日になくなっちゃったから、なんかお洋服を買っても着れへんのに無駄遣いしちゃダメって言いながら可愛いよねピスタチオカラー。遠く帰ってみたい、着ようと。あら、テーブルの透明マット引いて写真とか焼いてるから、ご飯食べるときチカと一緒って。何それめっちゃ可愛いやん、それやば。てかみんな久しぶりじゃない、メイクしてショールームしてるの。違う、会いたいよね。嬉しい、おしゃれな近くが好きって。おしゃれじゃないよ、勉強中。今日は髪の毛を求めたんだ。次の劇場はあれやもんな、トークショーのイベントのやつやから。しかもまたこれから当分 S は生誕続きになっちゃうからね。もうというか生誕祭自体、劇場が今生誕のトークショーになってるからね。やっとメンバーのタンプレが追いついてきて、やばい1月2月3月めちゃくちゃ多いねんけど、誕生日嬉しいけどさ、嬉しいけど嘆いてる。なんか何をあげようかなっていう悩みもあるし、後輩ちゃんにタンプレまたやるの難しいの、まあ先輩も後輩も難しいねんけど。ミオと吉野は渡せれて、あゆかまでも渡せれて、でつい最近マリンとキミエと姫香の分もゲッチュして、今度ねそれこそ生誕祭のイベントの時に渡そうと思って。やばいよね、嬉しい姫こらこら、そう昔は11月がたくさんおったから、タンプル待ってます。でも結構近い、誕生日プレゼント選ぶの好きやねんな、楽しい。その人のこと考えながらとりあえずまあ目星つけてって、でも全然違うもの買ったけどな今回に関しては。楽しいよねプレゼント選び、年々ファンの人の気持ちがわかる。じゃあみんな期待しててな、タンプレ。
みんなの。このうちかもファンの人だったら、この人だったらこのプレゼントあげたいなとか思いつくもん。じゃあ何渡してくれるのか気になるって方は、じゃあぜひオンライントーク会、あ、オンラインじゃない、現地でトーク会あったら、僕私にタンプレくれるなら何くれるって聞きに来て、あなたにはこれって言える。ちょっとなんかちょっと時間ちょうだいっていうかも、一回来てもらって、で次来てって言って、その時に答えるかな。ウケる、絶対渡せれへんねんけどこれあげるかなみたいなやつがあると思うので、ということで、そろそろあれですな、本題話そう。なんか配信をしようか悩んで、こういう日って悩んで、ほんまはね、やらへん、ちょっと一人でしっぽりしてようと思ったけど、なんかやっぱりファンの人は待ってるだろうなって思って、配信をしようと思って30分ほど話そうかなって。まあでも何はともあれ、3月9日に29枚目のねシングルが発売決まったのは、グループにとってもファンの人にとってもみんなにとっても嬉しいことなので、嬉しい、こうやって出せるのは当たり前じゃないからね、シングル、ありがたい、本当にファンの人のおかげだと思うし、またあのトーク会とかで会える、そういうイベントがあるって思ったら嬉しいよね。けど、なんだろう、悔しいが本音だね。私ちゃんと、ちゃんとって言ったら言い方あれやかもしれへんけど、悔しいっていう気持ちが自分にあるっていうのは、ホッとしてる自分もいる。まだまだ悔しいって思ってる自分がいて、まだまだ叶えたいことがあるんだなって思ったら嬉しくもあるよね。8割悔しくて2割嬉しいっていう感じ。でもそれは、でも今回は何やろ、なかなか会いに来てイベントとかね来づらい中やったから、ファンの人にもさ無理に来てって言いづらい状況であったから、なんか言葉にするのは難しいねんけど、でも今回のシングルできる範囲でファンの人もたくさん会いに来てくれて、いろんな結果も残してくれたりしてたのを知ってたからこそ、あ、申し訳ないなって思ったのも本音だし、みんなの顔が一番に思い浮かんだかも。やっぱりさ、なんか選抜が撮影してるっぽいよみたいな、そういう噂を聞いた時に、まあ、聞きたくないよね本音は。そうやって、あ、そうなんだって言うしかないし、その時に一番にみんなの顔が思い浮かんで、あってなったのが本音かなってぐらい、なんかみんなとのなんか信頼もすごいあったし、なかなかだからシングルが決まりましたってなった時も、よっしゃーっていう風にみんなに言いづらかったよな。けどみんなは信じてるくれてるだろうし、ちょっとの希望でも持ってくれてたら嬉しいし、うん、っていうのが本音だよね。まあ、フラストレーションで初めて選抜入った時はめちゃくちゃ嬉しかったし、でもその一作で止まっちゃうのが近は嫌で、こうやってさ名古屋に愛知県に来たからにはしっかり SK で爪痕残して、選抜にずっと選び続けてもらえるメンバーで
ありたいし、それにふさわしい人でいたいので頑張るしかないよねっていう。なんか悲しいより悔しいだね。悲しいというより悔しいし、けど前回以上に燃えてるし、もっと自分にできることを、その掴むためにできることをいっぱいみんなで試行錯誤して考えて楽しみながら、でも一番は松本千佳子し、あ、なんか楽しそうやなっていうのが他の人、なんかファンの人とか周りの人に伝わるくらい、なんかそんな雰囲気もうにじみ出てたらいいなと思うので、だからこれからもみんなの力を貸してほしいし、まだまだこんなことで諦める自分じゃないので信じてずっと応援してほしいです。そう、今回は FC 岐阜の応援のね歌を担当させてもらってるので、めちゃくちゃなんか衣装がね可愛くて、なんかその今回の MV でしかできひん雰囲気で、もう遊ん、なんか今までだったらなんか安定の髪型、例えばポニーテールだったりなんかお団子巻き下ろしとか安定の髪型をしがちやってんけど、もう今回はあえてめちゃくちゃ遊ぼうと思って、今までの MV 撮影ではしてこうへんかったなんか髪型だったりとか、衣装もめちゃくちゃ自分好みの衣装だったので、ぜひぜひお楽しみにしててくださいな。あ、音が、あ、OK OK そう、なんか新しい挑戦したタイミングごめんよ。めっちゃ衣装も可愛くて、それに合わせてポンポンがこの髪型したらっていう風に言ってくれた、その髪型をしてきたので、発表されてるよね。なんかさ、こういうの口つぶらしてさ、あ、発表されてました。まあ、今回の仲間よ FC 岐阜オフィシャルサポートソングはもう仲良し大好きな彩香がセンターでもあるので、それもめちゃくちゃ嬉しくて、マジで可愛いから彩香っていうのも嬉しかったし、まあ、今回初選抜で桃之助とマリンがね GMS から選ばれてるっていうのも嬉しいので、悔しい気持ちはもちろんあるけど、こういう時になんかファンの人もそうやけど、おめでとうって言える人が、しかもなんか好きな人として好きな、何行為っていうのを好きな人なので、ちゃんとそこは口にして言いたいなっていう、なんか自分の中での決まりがあって嬉しいので、素直にだからおめでとうっていう気持ちを忘れずに、でもちゃんと次に自分がつなげられるように確実にみんなとつかむので、つかむので断言しちゃってるよねつかむので、よろしくお願いします。改めて、まあ一番は楽しみながらだね。今回のドライブのバトルのやつも CM のねやつも、なんか今までゲーム系やったらさ、正直さなんか辛いなとか思う期間もあったけど、今回一切なくて純粋に楽しみながら
ファンの人が優しく教えてくれてて、楽しみながらなんかできてて嬉しいことに、中間の順位が発表された時1位で、まあ結構同率とかもねあってはあったはあってんけど、でも1位っていう順位は変わりなかったので、チームチョコチップかっこクッキーありがとう、1位嬉しかった。もうなんか知らんくて順位、なんかファンの人のコメントかどっかで聞いてえーってなって、ありがとう、なんか地下以上に喜んでるみんなが愛おしい、めちゃくちゃありがとう。まだあとちょうど半分かなので、気を抜かずに確実に勝利して、なんか自分の中で初めは CM 選抜、まあ10位以内に入れたらいいかなっていう風に思っててんけど、どんどんゲームやるにつれて、ゲームの本戦始まった時にすごいファンの人強いなんか味方がいっぱいいるなと思って、その時にあもっと上位狙いたいな、3位以内狙いたいなと思ってて、でも今がそれが今では1位狙いたいなって思ってて、少しでも上の順位を、もっとよく言えば1位を、今までさ1位つかめたのってなかなか少ないからね、それこそコント劇、あとはアイドルデイズ、ゲーム系でなかなかなかったし、まちょっとなんかまたゲームの種類は違うけど、ファッションフォーユーのねこともあったりで、ファッションフォーユーで入れた、なんか10位内に入れて楽曲もらえたのは嬉しかったんけど、やっぱりポジション的にねなかなかみんなに見つけてもらいづらかったのを覚えてるから、もっとそういうのがあったら上位でみんなに見てもらいたいなっていうのが本音だったので、楽しみながらみんなに返していけたらなと思うので、頑張る、みんなのおかげ、ほんまにもう全然分からへんし、なんか暴走して勝手に進めていくのに優しく教えてくれて、エンジンしちゃうくらい可愛いファンの人たちです。最後までよろしくね。みんなのねチアレター、エール、チャット、個人チャットのおはようとかそういうのも嬉しいので、あともう少しよろしくお願いします。応援のほどよろしくお願いします。今日も10分から対戦でやってくる。なんかほんまはさ配信しながらやろうかなとか思ったけど、なんか忙しくなりそうだなと思って、相手の配信中はやめとこうと思って、それでさほんま よくないねんけど、負けた時とかちょっとなんかあってなりそうやなと思ったからだからそのバトル中はもう最後のバトルぐらいの時にしようと思って嫌だよ、そんなこと考えへんねんけど、そんなこと考えへんねんけど、っていう感じです。あと10分、5分にじゃあ終わろ、やろうかな。あーかわいい、家族がみんないとことかが恵方巻き食べてる、頑張れ頑張れね、そんな時に配信したらいいかなって集中してほしい時は伝えます。あんのか、そのじゃあ配信してやる今からコメントくるの、ファンとかちょっとこれは厳しい戦いになるかもなので集中しましょうってきて、はいちゃんと指示通りに従うからね、こう見えてこういう装備してくださいって言われた時はちゃんとするし、こう見えてその攻撃の時だけ勝手になんか出しゃばっていっぱいやっちゃう。まあそういう指示は聞かへんねんな暴れん坊将軍みたい。あ、きょうちゃん配信しながらやろう。
めちゃめちゃ怖いけどな、ゲームしてるとき更新してずっと真顔、こいこい。じゃあ配信しながらするかな。おい暴走機関車、誰が暴走機関車やねん。あチャットの作戦で、もうさチャットもさなんか通知来てほしいねんけど、あれしかも見逃す。エンジンでもしましょうか。あなたの瞳にチカチカ光っちゃう。あ、なんかあるぞ。全然わからへん。うん。もういつもわからへんね。とりあえず自分のとこだけ読んでる。チカちゃんはこれねって言われたやつしかやってへんけど。はい、まあ多分大丈夫、分かった気がする。てかアミからね連絡来てんな、 LINE 来て、チカさん今日戦いますよねって。なんかさじゃあこれ恥ずかしいからさ SK メールで言うわ内容。5分。まあそんなさ強いとか戦ってみないとわからんからね、初めからそんな言いたくないよね。強いとかもう信頼だ、これはチーム戦、みんなを信じる、心臓を捧げよう。最近進撃の巨人のね配信がさまた始まって見始めてんねんけど、もうマジで難しくてついてけへんねんけど、なんか見返しちゃった、またちょっともう一回なんか何あれを見ようと思って。進撃の巨人めちゃくちゃ内容難しくて、なんだっけネタバレみたいなそういうのをね見直そうって思ったっていう話。昨日一気見、一昨日くらいかな一気見してた。心臓捧げよう。モンスターの編成確認します、クエストデッキ1です。ギルバトデッキ1です。アリーナは、はい大丈夫です。はい大丈夫です。いや複雑。でも地下のね趣味やからね見るのは。お洋服が欲しい。あ白いの。かわいいね。かわいいねお洋服。ビビる。なんかさっきまでさ真面目な話してた人とは思わへん。でもよかった、みんなにちゃんと気持ち入れて。今までやったら絶対チクやってへんかったと思うねんけど、でも待ってたよってなんかコメントが嬉しかったな個人的に。うん、公式専用のデッキ、あ大丈夫、多分できてる気がする。公式戦、うん大丈夫。デッキ版一番地下の最強デッキ。最近いいなと思うよ、服あったザラザラザラがやっぱ可愛いね。もう躊躇なくお洋服を買える人になりたい。ザラザラ、なんかファンの人と話しててなんかお洋服とかね、しかなんかうまく着回したいねんなみたいな言ってたら、まあ着はまあまあすのもまあおしゃれさんやけど、その年その季節ごとのトレンド服を着てるのもまた
おしゃれじゃないっていう風に聞いて、確かにおしゃれさんってちゃんとトレンドを最先端で取り入れてるなと思って、最近なんかちょっと考えてる。だからチカにプレゼントを黒詐欺してるわ。プレゼントはここまで。まあでも一番のプレゼントはさ、会いに来てくれることだからさ。まあお洋服も嬉しいけどね。あ、そうだね、映画のお洋服気がちかも。いや、映画のお洋服どういうことって感じだけど、映画のお洋服、なんか映画の時に着てる女優さんのお洋服を真似しがち。最近だとエミリーパリへ行くのね。あと2分。あとちょっ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 と、うん、みんながじゃあスクショしとこっと、これかわいいから。一番星がかわいい。いやー、海外のザラとか行ったら爆買いしちゃうだろうね。まあでも海外旅行行ったらさ、もうなんかその辺ケチケチしいひんかも。まあ、よくさ、ファンの人が遠征とかした時は美味しいご飯食べるみたいな、その地元の、地元というか場所の、どんなんか分からへんけど、洗う時にネット入れる、全然手洗いとか気にせず入れちゃいます。あとちょっと、あ、やばい、あと1分。行ってきます。行きたい。アンクアンク、しゃ、うん、え、おーちゃん、おーちゃん、なんでだ、マジか、ちょっと待って、やらかしたぞこれ。だがしかし、私は負けません。でもこれちょっと言っちゃうとバレちゃうから、これはチャット内だけにしろ。いや、ほんまにそれをしかも思った。え、どうしようどうしようどうしよう、え、どうしようどうしようどうしよう、え、なんでなんで、え、無理な気がする。ちかこれ、あ、なんでなんでなんで、あ、なんかエラーしてんねんけど、だよね、ちょい待ってちょい待って、 I can do it, you can do it、私はできる、君もできる。あ、ちょっと待って。
え、めちゃくちゃさ、地下ギルドのファンの人に助けられてんねんけどね、優しすぎ。なんで？でもこれちょっと反省会だわ。まだ戦ってる。ちなみに反省会だ僕。もうこの更新が、いや、ナイスすぎるファンの人。ああ、電話ちゃう。今電話ダメなんよ。今電話ダメなんよ。待てよ。今電話ダメなんよ。電話かかってくるっていう。今電話出られへんのよ。ガチだから。早いし、バトル展開早い。バトル展開が早いぞ。追いつけへん。これ通信環境大事やんな。一呼吸置いて落ち着いてもろて落ち着きます。スキップ。お、いけ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 、ゴーゴー、チョコチップクッキー、いけいけいけ、ゴーゴー、いけゴーゴー。待って、やらかした。え、いや、とどめは刺さん、違う、もうみんな刺してみんな刺して、気にせず、なぜに、なんでだ。お、すごい、頑張れ、いけいけ、チコチプップップ。いや、ほんまに通信速度制限無限にしてよかった、このためにこのためではないけど、早い。早い。待って。全然ついてけへん。みんななんか更新の天才？もしかして。あ、待って。なんか近い、変なことしちゃった。変なことして攻撃できません。なんかおしゃれなやつやっちゃった。おしゃれなやつ初めて使った。しかもこれ、なんやこれ船長、あの、何かも分からずなんかやってます。みんな攻撃任したよ。いけいけ、チョコチップ、あ、お、ナイスナイス、チョコチップクッキー、ウィンウィンウィン。そして誰よりも一番にお疼れ様スタンプ押す。よっしゃ、一番長かったね。でもありがとう、みんな
応援ありがとう、見守ってくれて。ちょっとぜひチャットになんでチカがさえってなったことの理由を説明してほしい。もう書いた方がいいか、なぜに。なぜにちょっと待って、これ意味分からずやってる。あーかわいい、アミから連絡来た、負けたって来た、かわいい、ごめんよ、心苦しいな。なんかかわいいねんけど、返信しよう、ごめんよ、ごめんよ。いやでもなんか強かったんよな、強かったんだよ。よし、よし、疑問はチャットに書いた、返信します。ということでみんな見に来てくれてありがとう。なんかちょっといろいろいろんなこと話しすぎて何を話したか忘れつつあるねんけど、根本は一番伝えたかったことは初めに伝えて、これからもよろしくお願いします。応援頑張ろうね。今できるのはこのドライブで CM 選抜絶対につかめれるように1位狙って頑張りたいので、みんな応援よろしくお願いします。おやすみ、みんなあと金曜日頑張ってね、ラスト1週間1日。バイバーイ。